どうも、アキです。パワプルアプリやっていきます。今回はこちらの天空中央高校狙い撃ちガチャを10連とリセットされましたこちらの目指せ世界の頂点狙い撃ち小ガチャも10連引いていきたいと思います。天空中央高校の狙い撃ちガチャめっちゃ来ますよね。はい、そろそろ虹谷弟持っておきたいなと思います。まああとは東雲の解放をね狙っていきたいというところです。サイリと雷に関してはすでにプラス5になっています。といきましょう。 OK 虹谷。はい、ということでですね、まあ今回はこのガチャ引きながらねちょっと最近の YouTube の不具合について軽く皆さんに共有させていただきたいなと思っております。まあ昨日もあったんですけど、昨日は栄冠9の動画を7時に上げたんですけど、まあねしっかり公開はされていたんですが、それがチャンネル登録していただいている方のあの登録している一覧に載らないっていうことが起こりました。実はこれ一昨日の栄冠9の動画も同じことが起こっていて、で僕だけがこれは怒ってるわけじゃなくて、最近 YouTube でその不具合が非常に多いんですよ。まあ、特に昨日7時、7時あたりですかね。その辺に動画を出された方は、ほとんどの方がこのチャンネル登録一覧のフィードに載っていなくて、まあ、昨日僕再アップもしてこういろいろ対策はしたんですけど、結果その登録フィードに載ったのが、まあ、9時前ぐらい。再アップも7時50分、40分ぐらいにして、まあ、登録フィードに載ったのが、お虹赤びっくりググあ、キラーンだけないね。虹谷誠誠にありがとうございます。誠にありがとうございます。いやー誠にありがとうございます。何の話してましたっけそう、今回はガチャよりもそっちをちゃんとお伝えしないと思っていたんですが、で、っていう不具合がよく起こってるみたいなんですね。はい。で、まあこういう単発のガチャ動画だと、まあ1個飛ばしたって別に僕のチャンネルを見る上で、まあそう支障はないじゃないですか。なんか今回僕が誠にありがとうございますっていうのは聞けないぐらいですよ。はい。で、そんなに問題はないと思っているんですが、やっぱり栄冠9みたいにこの続きもの、実況のシリーズの続きもので、まあ基本的には前回を見てないと、次の動画が見れないというか、まあ楽しめない。感じの動画に関しては、かなりこの不具合がね、辛いなと思っているんですが、まあ先ほども言いました通り、公開はしっかりできてるんですよ。なので、僕のね、チャンネルのトップページに来ていれば、アップロード済みのところにすでに表示されていますし、まあツイッターでもね、しっかりリンクはつぶやいているので、まあそういう不具合がよく最近起こってますよ、というところをぜひぜひ頭に入れておいていただければ、あれもう7時になったのに、栄冠9の動画今日はまだ公開されてないのかななんて思ったらぜひですね、まあ、チャンネルトップページに飛ぶか、まあ、ツイッターの方を見ていただければ、すでにね、更新されていると思いますので、はい。まあ、そちらからね、ご確認いただければ幸いです、と、まあ、いうお話ですね。はい。いやー、そして虹谷が出ましたね。OK。誠は PR プラス、いくつとかで持ってないのかな？プラス2か。これ PR だからプラス4にまではなるけど、まあこれは PR プラス5にして食わせようかな。ちょ、中途半端だな。一回もこれで解放が通らなかったらさすがに悲しいんで、 OK、 これ PR プラス5にしてから食わせます。いやー、それにしても虹谷出ましたね。いいですね。はい、まさかの虹谷の出現と、これは嬉しい。よいしょー。さあ、じゃあちょっと東雲の解放も先にやっておこうかな。東雲2枚出てますね。はい。東雲もね、テーブル的に本当に、期待していいと思うんですよね。試合経験点ボーナス。まあそこですね。試合経験点あって、まあ45いったら骨イベント率アップするというところで、まあしらす。あたりですね。シラスみたいな高校には非常に合うんじゃないかなと思っています。はい。さあ、続いていきましょう。目指せ世界の頂点狙い撃ち小ガチャ。で、昨日僕もう更新が来てすぐに動画を撮ったのでちょっと把握できてなかったんですが、この新キャラのギャネンドラですね。はい。固有ボーナスあるみたいです。昨日じゃないか、一昨日か。はい。固有ボーナスしっかりついてるみたいですね。まだ僕は使えてないんですが、まぁ、ちょっと使ってみたいなと思います。ということで、この本当にワールドの選手たち。
ワールド規模の選手たちということだけあって、まあみんなね、固有ボーナスを持っていますと。本当にね、全キャラクター使い道なくはないというかね、こういう使い方だったら輝くんじゃないかっていうのが、まあそれぞれある感じで、今後もまだ期待できるんじゃないかなと思います。まあアンヌはフォーク骨っていうところですかね。はい。では行きましょう、ショコチャ。いやー、PSR 出現の波に乗っていきましょう。ここで PSR を出していきたい。来い。なんかこういう単発で結構 PSR を出している曲があるんで、あの演出にキラーンが来ればいいんです。はい、いいね、ギブソンジュニア。いや、あの YouTube の不具合ほんと何なのかな。まあでも実を言うとですね、この不具合が本場アメリカの方で先に起こってたらしくて、世界一の YouTuber のピューディーパイさんっていう人がいるんですけど、その方が去年の12月ぐらいに YouTube はクソだみたいな、言っても世界一の YouTube です、 YouTuber ですよ、世界一の YouTuber で、もう YouTube ともすごい関係性があるはずなのに、今の YouTube はクソだみたいな動画を昔上げてたんですよ。で、おー怒ってるなこの人と思ったんですけど、まあちょっと気持ちが分かりましたね、正直。その時にピューディーパイさんが言ってたのが、その自分が公開した動画がチャンネル登録していってる人に届けることを、その一番大切なことに自分の中でしているという話をしていて、まあその時はどういうことかちょっと僕もよく分かんなかったんですけど、あ、こういうことかと。チャンネル登録してくれてて、この栄冠とかね、毎日楽しみにしてくれてる人に動画が届かないっていうのは結構辛いなと僕も思いましたね。はい、まあ、本当にこういう単発のガチャだとね、最悪一回見なくてもさっき言ったんですけどいいんですけどね。まあただ今日は一応プロスピの動画をさっき見た感じ、登録フィード載ってたんで、僕も実写チャンネルの方でね、このチャンネル登録してるんで、そこで確認できるんですけど、栄冠は行ったかな。これ栄冠出す前に動画撮ってるんで、で、今日これ6時に動画出すと思うんですが、多分これがね、最後になるというか、まあ、WBC あるときはちょっと早めに動画出そうかなと思っています、試合始まる前にね。はい、で、解放しよう、ギブソンジュニア。それにしてもメジャーのキャラクターも本当にたくさん出たな。いや、あとはコモリが出てほしかったな、コモリが。コモリーン、コモリを呼ぶ大林の真似。コモリーン、似てねえ、全然似てない。よいしょ。で、メジャーは、メジャー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 の場所がわからないとかダメじゃー。やっていきましょう。あ、上なんだ、ダイヤのエースより上にあるんだね、メジャーは。さあ来い。おお、いいね、いいね、いいね。いいね、プラス3。ギブソンジュニアがですね、最後45で骨イベント率アップ 50% っていうのがつくんですよね。まあ、たった 10% の差といえばたった 10% の差なんですけど、これ結構僕の中では大きいんですよね。特にギブソンジュニアはパワー骨もあって、かなり骨が豊富なので、結構違ってくるかなと思っています。はい。まあ、ということで、今回いろいろね、まあ、YouTube の話とかもしたので、最後にもう一つだけ加えてお話ししておきますと、まあ、僕基本的には1日3本動画を上げているんですよ。まあ、実写チャンネルを更新した日とかは、それも合わせて3本とすることがあるので、まあ、ゲームチャンネルの動画が1本減ったりすることもあるんですが、基本的には1日3本動画を上げているので、最近その栄冠9の動画を最後に上げると、栄冠9の動画まだですかっていうコメントとかをたくさんいただくんですが、まあそれをですね、知っておいていただければ、あ、この後7時に上げるんだなとか、いうのがわかると思いますので、まあぜひぜひ3本上げてるんだよっていうのはね、今一度ご確認いただければ嬉しいです。はい。で、もし栄冠9の動画とかがそのスケジュールの問題とかで出せない場合は、Twitter の方で今日はお休みですっていうのを必ずつぶやくようにしますので、情報更新等はぜひぜひ Twitter の方でご確認いただければと思います。まあ、Twitter やってる方はね、ぜひともアットマーク秋ゲーム TV フォローしていただければ嬉しいんですが、Twitter やってない方も概要欄にいつもリンクを貼っているので、
まあそちらをねポチッと押していただければ情報更新受け取れると思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。あ、間違えた。というわけで今回もご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。